達也さん。シンジ、劉翔が出てきたって。そりゃそうなんだけど。どうした？なんだ、ドラゴンヒートの入り口が封鎖されてる。劉翔、よく出てこられたな。所詮は任意。それに竹中のおっさんが掛け合ってくれたおかげで出てこられた。だが遅かった。遅かった？何言ってんだ。俺は秋田に勝ったんだぜ。発祥だ。みんなの力を合わせて発祥できたんだ。さあ早く二岡のところに行って、ドラゴンヒートは渡さねえってことをきっちりさせてこようぜ。実はな、ドラゴンヒートを明け渡すことにした。は？何言ってんだ。ようやく取り戻したんだぞ。うるせえ。気が変わったんだよ。な、何を。まあそこそこのいい値で売れたぜ。どういうことだよ。お前ら、その金持ってさっさと失せろ。白ポムチャンネルの白ひすじです。黒ひょうつ実況プレイ続きを始めていきましょうということで、まあこの画面になっていることはということで、まあお察しの通りっていう感じなんですけども、ちょっとね、動画外で作業しようと思ったらメインストーリーが進んでしまったので、またここに戻ってきたんですけども、ちょっとね、またアシュラに追いかけられるっていうシーンがこの後あるので、でまたどうしてもチート級に追いつかれてしまうというバグでね、っていう状態になってしまったので、ちょっと一瞬だけかもしれませんが、ちょっと PSP の画面でお届けしたいと思います。ということでメインストーリー続きから始めていきましょう。まあちょっとね、秋田が死んじゃったからね、ちょっとまた音声が聞こえないかもしれませんが、音声というか BGM かなが聞こえないかもしれませんが、ご了承くださいということで。いたで、右京達也、絶対逃がすな。ここで戦闘じゃサクッとやっちゃいましょう。しつこいやつらだ。それだけ秋田が大事だったってことか。ほんとそうなんだね。こっちは早くせ、秋田さんの敵俺たちに撃つんや。どう考えたって俺じゃねえの、分かってんだろ。このままじゃいつかやられる。逃げるしかねえか。ということでね、ここね、チェイスが発生するわけなんですけども。これがね、やっぱりバグでね、逃げられなくなってしまったので、PSP でちょっとやっていこうと思いますって感じですね。よっしゃ、逃げ切った。しつこい奴らだ。ん？あれは？見つけたで、連絡せえ。承服通りや。前にいるやつってアイアン島じゃない？携帯いじってるやつ。くっ。あいつ、違う？ち、突っ立ってるんじゃねえよ。お前、右京か？何やってんだこんなところで。あ、やっぱり島じゃん。お前は島か。右京を逃がすな、絶対に捕まえるやつは。なんや、追われてるんか。よっしゃ、こっち来い、ええ場所がある。あそこに俺の車がある。そこの陰に隠れとけ。おっさん、この辺りに東京門が逃げてこうへんかったか。隠しとったらためにならんぞ。あしら知らんのか。ガキが吠えんなや。近江の島知らんのか。俺とやるやう気やんなら相手すんぞ。近江の島。近江の島って言って伝わるくらいの、まあそうだよね、もともと強いからねこの人。近江、ヤーさんの近江連合。こいつ元プロボクサーのアイアン島や。東京もんなんぞ知らん。分かったらさっさと限界。助かった。ふぅ、アシュラの下っ端で助かった。昔、アシュラで負けとるからね。俺のことを知られとったらやばかったわ。出てきてもええで、あいつら行ってもうたさかいな。島さん、ありがとう。すまねえな、助かった。まったく相変わらずだな、お前は。ま、この礼にキャバクラでもおごってもらおうかな。お前なんだよ、キャバクラ好きなのかよ。キャバクラ？ああ、そうだ、キャバ好きのあんたなら知ってっか。未来ってキャバ嬢のいるキャバクラルージュって知らねえか。未来やったらそこにあるキャバクラルージュちゃうか。生意気な感じの可愛い子やったで。なんだ知ってんのかお前。いやすぐそこ。ここが確かにルージュだ。悪いな、助かったよ。おいキャバクラ奢ってくれるとちゃうんかい。あんたそんなキャバクラ好きのキャラクターだったの。
ここに未来ってキャバ嬢がいるって聞いたんだけど。ああ、未来さんね、ちょい残念でしたね。この前辞めてもうたんですわ。今どこにいるかわかるか。確か東京の神室町で働くとか言うてたかな。店とかはわからんのですけどね。よりによって神室町かよ。今大変なことになってるけど。神室町か。未来さんはおらへんけど、可愛い子たくさんいますぜ。ちょっと寄っていきまへん？いや、いい。悪かったな、邪魔して。未来は神室町か。秋田を殺した犯人が未来を狙うかもしれねえ。早くした方がいいな。そうか。天満に頼むか。情報通のあいつならすぐに探し出してくれるはずだ。そっか、天満か。久しぶりだな。天満か。頼みたいことがあんだけどよ。ん？どうした？金ならもう貸さねえぞ。いつ借りてたよ、お前に。ちげえよ。未来ってキャバ嬢を探してほしいんだ。未来？名前だけでわかるわけねえだろ。キャバ嬢の名前なんてコロコロ変わるんだからよ。それでもお前に頼るしかねえんだよ。ちょっと前に大阪の蒼天堀のキャバクラルージュで働いていた未来だ。チッ、しゃあねえな。この歌詞はでけえぞ。助かる。今は蒼天堀に行くから、神室町に着いたらすぐに連絡する。いいやつだな、天満。天満ならうまくやってくれんだろ。よし、俺も神室町に戻るか。そうだ、発症したことを誠にも報告しねえとな。天満に会う前に墓参りに行くか。おーい、神室町に戻れということで、今から戻るところですかね。はい、ということで、また画面戻ってきましたね。さあ、続きやっていきましょうということで、まあ、メインストーリーしかすることなさそうなので、メインストーリーの方進めていきたいと思います。まあ、ちょっとだけあれだな、修行してから行ってもいいかもな。まあ、一回だけちょっと、まあ、動画外で修行してからやろうかな。さて、じゃあ行きましょうか。誠の墓参りか。発症したこと誠に報告しねえとな。神室町に戻って墓参りに行くか。果たして発症したことも意味があったのか。こうなると分かんないな。秋田死んじゃったし。誠、なんとか8連勝できたぜ。お前とみんなのおかげだな。亮、何しにここへ来た？は？実は僕の知り合いがここに眠っていてね。知り合い？かつて肝臓移植のため3年入院していた女性がいた。まさか。彼女には男がいた。その男は死に物狂いで手術費を貯めた。だが順番が来た時に、なぜか彼女に移植予定だった臓器は他の人に与えられることになった。いや、横取りされた。そして彼女は死んだ。どう思う？何が言いたい？別に、僕の勝手な思い出話さ。ところで、秋田に勝ったらしいね。ああ、これで全て終わりだ。ドラゴンヒートは誰の手にも渡らねえ。お前の予言は外れたぜ。君は居場所を失う。俺の居場所はちゃんとある。それよりお前、鶴見の秘書と会ってるらしいな。鶴見と組んで一体何を？その前に言わせてくれないか。なんだ？予言の続きさ。君は結局居場所を失う。さらに君は殺人者になる。そして悪魔になるんだ。てめえ、まだそんなこと。龍翔さんが出てきたぜ。何？分かった、行きなよ。僕は逃げも隠れもしない。ネオンが戻ってる。ってことは大掃除ってやつが終了したってことか。神室町保安部隊の都知事の鶴見の都合のいいように事態が動いてるってことか。クソが。
ああそうだ、カムロ町に帰ってきたことをテンマに連絡しとかねえとな。テンマか、カムロ町に戻ってきた。未来ってキャバ嬢見つかったか。悪い、まだだ。さすがにあれだけの情報でキャバ嬢を探すのは大変だっての。あれしか情報がねえんだ。頼んだぜテンマ。リョウのやつわけわかんねえな。何が言いたかったんだ。あいつはアシラが潰れても気にしてねえみてえだし、わざわざ東京まで来てただの墓参りだけだとは思えねえ。何か企んでるはずなんだがな。まあいつか暴いてやる。それより劉書が帰ってきたんだったな。とりあえず事務所に行くか。君は殺人者になるか。どういう意味なんでしょうね。ちょっとわかんないな、その辺も。まあ一旦事務所に帰る前にサブストーリーやろうかな。そっちも気にはなってるので、先にそっちからやろうかな。ここかな。なんだ、え、あ、達也さん覚えてますか。マオですよ。おおおおお、あー、ずいぶん雰囲気が変わったじゃねえか。あのね、あ、そうそう、こっちがかな子、以前話したでしょ。ああ、幼馴染の子か。大阪での話をしたら、私のために犯人を探してくれて嬉しいけど、無茶しすぎだってすっごい怒られたよ。でね、マオはこのままでいいの？何をしたいの？って、二人ですっごくいろいろ話したんだ。あのね。で、私もちゃんとした目標ができたの。目標？なんだよ。ふふ、竹中さんのような刑事になるんだ。はあ？少年課で道を外しそうになった若者の助けになるの。だから今は猛勉強中。達也さんもフラフラしてるようだと魔王が指導しちゃうよ。魔王に指導されんのかよ。悪くねえな。おい、じゃあ魔王が指導できるようになるまでフラフラしててね。なんか惚れてんのか達也に。ああ楽しみにしてんぜ。うん、頑張る。じゃあね。そっか、まあよかったよ。そしたらこれで終わりか。あとここか。もうサブストーリーもそんなに動かないのかな。しかし亮が言ってた予言のその殺人者になるってのはやっぱり秋田殺しの容疑なのかな。まあそれしかなさそうだよね。お前らが殺したんだろうがって感じはありますけど。え、ピーチ王徳潰してる。助けて。オードックはピーチが潰す。お前らにカムロ町を好きにはさせねえぞ。おお、達也か、どうしたんだ。いや、別に。オードックの幹部が全滅したって言うじゃねえか。そうだな。そうみたいだな。ナインスはオードックが潰れれば共倒れだろうしな。あとは騎士を潰せばこの戦争も終わりだ。ん？メールか、モモからか。メール？俺にもか。水無月？ウォードックを壊滅させる。このメールを受け取った人はすぐに天下一通りにあるセレナという店の裏の空き地に集合してほしい。ウォードックの幹部全員を潰した今が好機だ。騎士が組織を立て直す前に速攻でウォードックを潰す。水無月か。ウォードックを壊滅させるだと。達也も水無月からのメールを見たか。ついにウォードックを潰すようだな。ああ、俺は行くけど、お前はどうする？一緒に来るか？いや、俺はこの戦争には興味ねえんだ。そうか。でもよ、俺は自分のチームのことしか考えてねえけど、さっさとこの戦争を終わらせたい。それで、桃たちと笑って暮らしたいんだ。自分勝手かもしれねえけどよ。お前が一緒に戦ってくれたら、すげえ心強いよ。まあ、桃瀬いいやつだしな。じゃあ先に行ってるぜ。達也も早く来いよ。ウォードック壊滅。これでカムロ町の戦争も終わりだな。だが、水無月に任せるのも危険か。仕方ねえ。行くか。天界寺通りにあるセレナって店の裏だったな。なんていうか、あれだよな。ちゃっちゃえずでは、セレナの背の字も出らんかったのに、やっぱり、黒ひょうは
龍が如く新章っていうだけあってやっぱセレナの名前出るよね。キリュウさんの名前も出るし、ジャッジアイズはデモしなかったもんな名前。よいしょー、まあとりあえずセレナに向かっちゃいましょう。このホームレスぶっ倒して。さてと、ウォードックさんは壊滅してるんでしょうか。どうなってんだ達也、遅かったな。もう全員揃ってるぞ。あれ DIS もいんのか。右京さん来てくれたってことはこの最後の戦いに参加してくれるんですね。ああ、ディアブロの俺、ピーチの百瀬、 DIS の加賀さん、ブライの水月、そして右京さん。今まで喧嘩ばっかりしていたカモロ町のチーム同士が協力して戦うとは。あ、そうなの。ウォードックを潰すまでだ。俺たち DIS はどこのチームとも慣れ合うつもりはねえからな。そんなこと言ったってお前らのトップはめっちゃ慣れ合ってましたよ。それでいいですよ。今はウォードックの仕掛けた戦争を終わらせるのが大事ですから。みなすき、やっぱり元爆音のメンバーなんじゃないかなって気がしてるんだけど俺は。で、騎士の居場所は分かってるのか。緑川のナインスもまだ無傷でいるだろう。騎士の居場所は分かってない。でもカムロ町のどこかに潜伏しているはず。それにナインスはウォードックを潰せば共倒れだ。緑川に俺たちと戦うだけの気合はない。確かにな、緑川は勝つ方についてるだけだ。ウォードックが落ち目になれば離れるか。で、どうする。騎士の居場所が分からない以上ウォードックを叩くことはできないぞ。ローラー作戦で行こう。全員の組織の兵隊を使って天下一通りからカムロ町ヒルズに向かって兵隊を進める。なるほどな、地引き網のように騎士を追い込んでいくのか。これだけは兵隊の数が必要ですからね。4人しかいねえ俺たちブライにはできない戦い方です。じゃあお前は何をするんだ。見てるだけか。俺はメールで戦況を皆さんに報告します。バラバラで戦っても効果は薄いですから。司令部ってことか。確かに今のままじゃ烏合の衆になれかねないからな。それで右京さんとブライのメンバーは遊撃隊として戦ってもらいます。あ、遊撃隊。ええ、ウォードックの幹部を倒しましたがまだ強いやつは残っています。苦戦しているところを助けてほしいんです。右京さんに向かってほしい場所は携帯で指示しますのでよろしくお願いします。ディアブロは天海地通りから北上、ピーチは中道通りから、 DIS はピンク通りと占領通りをお願いします。ああ、分かった。カモロ町ヒルズに追い込めばいいんだな。うちのチームは俺以外喧嘩の強いやつがいねえから中道通り程度の制圧だと助かるぜ。ピンク通りと占領通りは裏通りで隠れ場所が多いからな。俺ら DIS がやるのが一番だろうな。それではこれよりウォードックを壊滅させる。それぞれのチームに集合をかけて騎士を追い込むぞ。おわ、なんかマジでお前優秀だな。みなすき、お前本当にカムロ町の戦争を止めることが目的なんだろうな。ええ、そうですよ。前にも言いましたが、今はカムロ町の中で戦争をしている場合じゃない。大阪、蒼天堀からの侵攻に備えて今はカムロ町は一つになるべきなんです。なんつうか、こいつのやっぱり能力の高さって爆音を彷彿させるよね。カイドウみたいな。サナエのことはどう考えてるんだ。あいつは今も病院にいるんだぞ。サナエの怪我は俺の責任です。ですがこの戦争を止めるためにはある程度の犠牲は仕方ないと思っています。はい、犠牲か。まあいい、この戦争を止めるまでは付き合ってやる。だがその後は俺に関わるなよ。で、俺は遊撃隊だったよな。どこに行けばいいんだ。そうですね、まずは中道通りに行ってください。ピーチの喧嘩が手薄になると思いますので。わかった、中道通りに行けばいいんだな。はい、よろしくお願いします。最終目的地のカムロ町ヒルズで会いましょう。ウォードックとの最後の喧嘩がさっさと片付けちまうか。なんかやっぱ水月はなんだろうな、ちょっとなんつうかあれだよね、爆音の水上だっけか。あー、メインストーリー入っちゃったタツヤさん。シンジ、リュウショウが出てきたって。そりゃそうなんだけど。どうした。なんだ、ドラゴンヒートの入り口が封鎖されてる。リュウショウ、
よく出てこられたな。所詮は任意。それに竹中のおっさんが掛け合ってくれたおかげで出てこられた。だが遅かった。遅かった？何言ってんだ。俺は秋田に勝ったんだぜ。発祥だ。みんなの力を合わせて発祥できたんだ。さあ早く二岡のところに行って、ドラゴンヒートは渡さねえってことをきっちりさせてこようぜ。実はな、ドラゴンヒートを明け渡すことにした。は？何言ってんだ。ようやく取り戻したんだぞ。うるせえ。気が変わったんだよ。な、何を。まあそこそこのいい値で売れたぜ。どういうことだよ。お前ら、その金持ってさっさと失せろ。おかしいぜ、なんかある。何やってんだあいつ。なんなんすかね、龍翔さん。急に怒鳴ったりして。この金どうする。2000万もあるけど、事務所に入れないからロッカーにでも入れとくしかねえだろ。使うわけにもいかねえし。確かに龍翔の様子がおかしいな。俺が後をつけてみる。みんなは待っていてくれ。龍翔はちどこに行ったんだよ。なあ、このビルから出てきたスーツ着たヒゲ面のおっさん、どこに行ったか知らねえか。ああ、龍翔さんのこと？龍翔さんだったら劇場前のゲームセンターに行くって言ってたわよ。久しぶりにお店に来てくれるかと思ったのに、ゲームがしたいなんて子供なんだから。劇場前のゲーセン？クラブセカのことか。わかった、ありがとうよ、助かったぜ。別にいいわよ、今度龍翔さんを連れて遊びに来てね。劇場前のクラブセカか。よし、行ってみるか。いや、行かないよ。ちょっと待ってって、マジで。なんかサブストーリーの途中だったから、ごめんな。あ、後で行くからさ。何やってんだ、龍翔。こっちはこっちで。くそ、まだこんな奴がいたとは。ピーチなんかに暴毒が負けねえ。火星に来たぞ。右京さん、おい、右京さんが来てくれたぞ。俺も忙しいんだ。さっさと片付けるぞ。レベル10のクソ雑魚じゃねえか。え、めちゃめちゃ弱い。くっ、右京が来るなんて。 お前ら大丈夫か。無理すんじゃねえぞ。百瀬か。達也、来てくれたのか。お、助けてくれたみたいだな。ありがとうよ。これが俺の役目だからな。それで騎士は見つかったのか。いや、まだだ。この辺りにはいないみたいだな。そうか。ん？水無月か？右京さん、中道通りの喧嘩はどうですか？ああ、百瀬が来たんでもう大丈夫だろう。劇場前広場で緑川を見つけたそうです。逃げられたらまずいです。応援に向かってください。わかった。劇場前広場だな。劇場前広場で緑川を見つけたそうだ。ちょっと行ってくる。ああ、頼んだ。ピーチは中道通りのウォードックの残党狩りを続ける。おい、行くぞ。裏通りで苦戦してる奴らがいるからな。ここは百瀬に任せとけば大丈夫だな。よし、劇場前広場に向かうか。おうおうおお、もうついでにメインストーリーだな。そっちもやった方がいいんかね。まあ、一旦メインストーリーは置いといて。あそこか。ん？右京さん、すみません、来てもらって。別に。それで緑川はどこにいるんだ。マッハボールの前です。ナインスの兵隊を集めて徹底抗戦する気です。うちの兵隊を何人か突入させたんですが、帰り討ちに遭ってしまって。え？分かった、俺が行ってくる。すみません、お願いします。マッハボールの前だな。俺が突入して緑川を捕まえたら、ナインスの残りの兵隊をお前らに任すぞ。なんだよ、負けてんじゃねえよ、ディアブロ。あのギャルオ集団そんなに強くなかったろ。あのギャルオ集団そんなに強かったか。お、猫？後ろで時が透けてる。今猫どこで泣いた？猫？猫？ここか。うい、めっちゃ時透けてんじゃん。まあいいか、無視しちゃおう。おい、ディアブロがなんだ。ナインスに喧嘩売るってことはウォードックに喧嘩売ることだぞ。
悪いな、そのボードックを潰しに来たんだよ。お前は右京達也、どうしてここに。くだらねえ喧嘩を止めにな、降参するんなら話をつけてやるぜ。うるせえ、降参なんかしたら騎士に狙われる。俺たちは戦うしかねえんだよ。お前らやっちまえ。右京一人全員でかかれば倒せるだろ。よーわレベルが低すぎる。オッケー、一瞬だったな。くそ、こんなはずじゃない、俺はカブロッチョを手に入れるんだ。逃げた、ちょっと、また逃げる気か。相変わらず逃げ足だけは早いな、ったく。右京さん、緑川は。すまねえ、逃がしちまった。わかりました、緑川は俺たちが追います。頼んだ、緑川のことだ。騎士と合流するつもりかもな。はいはい、右京さん、チャンピオン街に向かってください。加賀さんがピンチです。加賀が？どういうことだ。ボードックの罠にはまったみたいです。チャンピオン街で囲まれて身動きが取れないそうです。チャンピオン街だな、わかった、すぐに行く。トキ、緑川のことは頼んだぞ。俺は加賀を助けにチャンピオン街に行く。了解です、よろしくお願いします。忙しいなあ、もう。まあ、せっかくここまで来たんだからメインストーリーもやっちゃおっか。じゃあもうついでだし、こっちはこっちで進めるか。あ、いた。あ、え、俺にも気づかねえとは。あいつマジで様子が変だな。しゃあねえな、ちょっと後をつけてみっか。マジかよ、まさかの。なんというか、まさか土地の権利書かなんか奪われちゃったのかな、龍翔。なんか鶴見とさ、誰かの忘れたけど秘書かなんかの会話でさ、なんか例のものがドラゴンヒートの中にあるってなんか言ってたよね。なんつうか、土地の権利書だったりとか、なんかこういろんなそういう大事なもんが盗まれちまったのかな。それでなかったことにしたってこと？どうなんだろう。バッティングセンター、こんなとこで何かあんのか。龍翔、ここで何やってんだ。なんだ、なんか言いたいことがあるのか。あるぜ、山ほどな。俺にはないな。ドラゴンヒートはどうなったんだ。ニオカだよ、奴に全部持っていかれた。何？俺が留守の間に事務所が荒らされて、実印も何もかも盗まれ、陶器所のドラゴンヒートのビルの名義がニオカの名前に書き換わっていた。そういうこと。ご丁寧に俺との売買契約書も交わされていたぜ。どういうことだ。つまりだ、都による検査って形で俺の事務所にガサ入れが行われ、存在しないはずの地下施設ドラゴンヒートが発見されたと同時に、不法建造物として都にその場で差し押さえられちまった。その時俺の事務所から必要なものを押収してニオカに渡す。ニオカはそれを使って俺と売買契約書を交わしたようにして、ドラゴンヒートをニオカの所有に変更。そして新しい所有者になったニオカはその場で都に明け渡す契約書にサインしたそうだ。じゃあ、あんたを急にパクったのは。このシナリオを完成させるまでの時間稼ぎだったってわけさ。でもニオカが一人でそんな絵を描いて実行できるなんて。できないだろうな。なんせ都の検査なんて奴が動かせるわけがない。しかし全ての作業が完璧なタイミングで行われていたということは、鶴見も絡んでるな。役人とヤクザを同時に使うなんて強引なことをしたもんだ。でもまあ、これでカムロ町ベガス計画の建設予定地も購入完了って段取りさ。鶴見は万々歳だな。あの野郎。達也。ん？もういいんだ。俺は親父の意志を継いでドラゴンヒートを運営してみたくなった。ここでは何かが起こる予感がしたからだ。親父がそこまで愛した場所には何かがあると思ったからな。でも
確かにいろいろあったぜ。こんないいものがあるなんて思ってもいなかった。世間じゃガキの殴り合いとしか思わないだろうが、そんな簡単なもんじゃない。ここには夢があった。でもよ、それを俺が理解したことで親父も浮かばれたはずだ。それでいいんだ。もういいんだよ達也。本当にいいのか。ああ、これが俺の運命だ。じゃああんたこれからどうすんだ。生まれて初めての一文無しだ。逆に少しは楽しんでみるさ。シンジやユータやタモツは、あいつらはまだ若い。たくましくやっていくさ。さっきやった当面の金もある。達也、よかったらちょっとだけ面倒見てやってくれ。自分でやれよ。俺にはもう何もない。してやれることも何もないよ。あいつらだって何かをあんたに求めちゃいねえよ。そんな関係じゃねえだろ。俺だってそう思ってるぜ。正直あんたの今後は気になる。うるせえ、変なプレッシャーかけんなよ。プレッシャー？たく、そんなことプレッシャーなんて言うなよ。とにかくよ、なんていうか、その地道にでも何でも今後ってやつを少しだけでも考えて。地道に？ヤクザに求める言葉かよ。じゃ、まあ、とりあえず俺は行くぜ。用があるんだ。は？どこに？どこへ行くんだ？出かける前に女たちに挨拶だ。そんなことやってる場合か。行かせねえよ。俺にとっちゃ大事なことでな。残りの話があるなら明日聞く。頼むぜ、一日くれよ。一日だな。分かった。勝手に消えたらただじゃおかねえからな。地道ね。とりあえずラストチャンスにかけるぜ。あんた何する？うら、飲め飲め、お祝いじゃ。なんかいいことあったの？ええこと？ええことなんてもんやないで。わしはこの町の王様になるんじゃ。すごい。ついでに2億のおまけ付きじゃ。まあ2億なんぞ、これからの俺様にとっちゃはした金にしか。親父、ちょっとすんません。なんじゃ、ええとこで。なんやぞ。龍翔、こんなことしてタダで済むと思ってんか。頭おかしゅうなったんか。いや、冷静だぜ。まあ、ちょっと荒っぽかったし、不義理な部分もちっとはあるかと思うがな。何がしたんや。何がしたいかって、鶴見に関する情報が欲しい。なんやと。鶴見があんたとつながってるのは分かってるぜ。だろ。なんや。でもよ、あんたあんなのとつながってろくなことにならないぞ。ま、クズ同士気が合うのかもしれないがな。何？そうやったらなんじゃ、大きなお世話じゃ。そうか、まあそう言うと思ったぜ。じゃ、いい話を聞かせてやるよ。なんや、お前にはもう用あらへん。そのセリフはこれを見てから言うんだな。なんだ？なんや、これは。今まであんたに多額のみかじめ料を取られた。キャバクラや風俗店、その他いろんな店からの被害届だ。こんなもんがどうしたんや。こいつが出れば鶴見はお前を切り捨てて処分する。なんでや。ここに訴え出た連中はカムロ町全ての店の連中じゃない。だが共通点がある。何がじゃ。カムロ町浄化作戦で地上げに素直に応じた連中には優先的に地権者として高層マンションが与えられる約束を取り交わしてたらしいな。で、訴え出たこいつらは浄化作戦に応じず、その優先権をもらえなかった連中だ。しかもそれでも応じない連中に、あんたらはもっと高いみかじめを要求してたんだって。な、あんたに高いみかじめ料を取られ続け、その上店も立ち退きを迫られ、さらにアフターケアも差別されたとあっちゃ、そりゃ誰だって怒る。これは結構なスキャンダルだ。スキャンダルは世間が騒ぐ。鶴見はスキャンダルは好きじゃないよな。この時期は特に。そうだろう。は？
まあそもそもヤクザと都知事がつながってるだけでも相当なスキャンダルだからな。なんでこいつらこんなもん急に。俺が一件一件かき集めて回ったんだ。なんやと。俺も最初はそんなこと無理かと思ってたけどよ。まあんたが日頃いじめすぎたからじゃないのか。それ以上に鶴見の勝手な考えでこの町を勝手に変えられるのが許せないと思ってるって怒りの表れかもな。一般市民をなめるとおっかないぜ。わしにどないぜ言うんじゃ。これを警察に出してお前に逮捕状を出されたくないなら道は一つ、鶴見と手を切れ。じゃかましいわ。殺すか。しゃあないやろ。こんなもん出されたら厄介でかなわんわ。でも俺を殺したらもっとヤバい形で世間に出ていくぜ。表見ろ。なんやこれは。うわ、俺が今死んだらこいつらこの被害届の原本持って警察とマスコミにばらまくぞ。ニオカ、優勝さんに何かしやがったらただじゃおかねえぞ。そうだそうだ、優勝さんにしな。被害届はどんどん増えてるぜ。俺らで株の町全員から出させてみせるよ。だから言ったろ、一般市民をなめるなって。さあ持ってるんだろ、渡してもらおうか。何を、とぼけんな。俺はあんたの性格をよく知ってる。鶴見みたいなヤバい相手と組む以上、あんたは自分の身を守るために何かしら相手の情報を握っているはずだ。そんなもんあらへん。そっか、じゃあ被害届を出すぜ。鶴見に消されろ。待て。どうした。わしは彼に消されんでも途上界波紋になるかも。だらしねえな。大丈夫だ、なんとかしてやる。どうやって。全部ぶちかまして鶴見を失脚させる。それに協力すれば本部で波紋の話が出ても掛け合ってやるぜ。そんなことほんまにできるんか。今のあんたはそれにかけるしかねえ状況だろ。どうするんだ。金庫の中や。はあ、地道ってのはめんどくせえな。でもまナイスアドバイスだったぜ達也。お前ほんとかっこいいなこの野郎。おお待ってたぜ。今度は急に電話よこしやがって。何してたんだ。言ったろ、女に挨拶してたんだ。地道にな。時間かかりすぎだぜ。まあモテる男の辛いところよ。ミスが多くてな。で、とりあえずこれだ。ん？うわ！リュウシャ！いいか達也、これを持ってろ。そして竹中に渡せ。これは鶴見の悪事のすべてだ。何？お前は撃たれちまう。さあ早くこれを持って逃げろ。でもこら、何やってる。頼む、言ってくれ頼む。龍翔、今はその証拠と信じたちのことを頼む。分かった。死ぬなよお前まで。鶴見と仁岡の階段の盗撮、鶴見が雄太の親父さんも久保も殺す指示をしてる。柱も絡んでるのか。亮、お前は。右京か。誰だ。都知事の秘書の佐伯だ。何、お前が。おい鶴見を出せ。あいにく今は会議中でね。で何が欲しい。何だと。君が茎から受け取って見てたものと君が欲しいものを交換しようじゃないか。全てお見通しってわけか。ああ、いくらだ。じゃあ鶴見に伝えろ。
ドラゴンヒートの権利書を持って一人で来い。ドラゴンヒートの権利書？そんなものが欲しいのか、金じゃないのか。何を欲しがろうが俺の勝手だろうが、明日来い。あいにく明日はベガス計画の記者会見で忙しいんだがな。じゃあ同じ時刻に全部ぶちまけてやろうか。なかなか勇気があるな。では権利書と引き換えに君の持っているものを返していただけるのかね。ああ、いいかね右京君。一度だけ忠告する。先生を止めたところで動き出した車輪は止まらない。君にはわからないかもしれないが、政治とはそういうものだ。あんな寂れた格闘場にこだわらず、お金だけ持って逃げたらどうだね。うるせえ。その寂れた格闘場こそお前らの計画の命綱なんだろうが、権利書と一緒に鶴見の直筆でドラゴンヒートの安全を保証する一筆を持ってこい。本人がな。では会見前の8時にミレニアムタワーの屋上でどうかね。いいぜ、絶対に来いよ。わかった。君もあまり物騒なものを持ち込まないようにな。では失礼。またミレニアムタワーの屋上かよ。終わりだな。次で